い、皆さんこんにちは、モモンガです。今日はですね、私が佐藤まさきちゃんを好きになったきっかけを言っていきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。モーニング娘。は全員好きなんですけど、でもその中で一番好きなのは誰って言われると、まーちゃんなんですよね。なぜ好きになったかというと、まあ、最初はドゥが好きだったんですけど、ドゥの動画を検索してたりしたらまーちゃんが出てきたんですね。でまーちゃんって美人さんだけど可愛らしい顔もしているじゃないですか。この子何ってなって、しかもなんか子供っぽい、子供だなって思って、でも今年なんですけど、それは去年の2017年なんですけど、めっちゃ可愛いってなって、それ で次佐藤まさきって検索し始めたんですよ。それだったらめっちゃパフォーマンスがすごくて、やっぱり歌が上手いのは、一番歌が上手いのは小田さくらちゃんなんですよ。でもそれでもパフォーマンスがまーちゃんがすごくて、小田ちゃんのパフォーマンスも本当にすごいんですけど、まーちゃんになんかギャップで心を奪われて、もうそこからまーちゃん推しになりました。本当にまーちゃんがギャップですね。本当に好きなメンバーで、やっぱりモーニング娘。の中で好きなメンバーで一番多いのはやっぱまーちゃんが多かったですね。前のコメントでまーちゃん人気なんですね。ギャップでやられますね、本当に。なのでまーちゃん本当にすごいと思います。いろいろメンバーが卒業していって、それを全部吸収していくじゃないですか、まーちゃんって。そういう成長が見られるので、すごくまーちゃんが好きですね。本当にドゥからのまーちゃんになりました。パフォーマンス力がすごくて、ああいう感じだけど実は努力家だし、なんだろう、いろんなところに魅力があって、不思議なオーラが出ているので、私はまーちゃんが、そういう面でもまーちゃんが好きですね。全員好きなんですけどね、本当は。もう全員言えるんです、好きなところ。でもめっちゃ長くなっちゃうんで言わないんですけど、全員好きなところ言います。全員好きなので、またリクエストとかがあれば、一人ずつ好きなところとか動画で言っていきたいなと思います。推しの好きなところとかを教えていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。